メガワン YouTube 参考一のヤッピです。ヨッソです。ハイパキングルームのモヤピクです。今日の企画はギキリップクリーム対決。イエーイ、イエーイ。はい、なんですかね、なんですかね。この季節やっぱり唇もカサカサ乾燥してきてさ、やっぱリップが必要になってくるじゃないですか。ですね。私たち女子いくらぐらいの使ってるの、いつも1000円次第ぐらいの使ってます。ああ200円くらいやんな。でも俺もそんなもんやね。リップにしてもやっぱピンキリというか、それをこう聞きする、値段だけを提示されてどれがどの値段を当てはめるっていう。そうで、この値段を順番に並べて対決するのよ。商品はこちらです。わ、出てきましたね。はい。で、値段の内訳がこんな感じです。648円、498円、398円、あと1000円ですね。まあこれ実際試してみて、はい、どれがいいかを実際に自分で感じて並べ替えして当てていくっていう感じですね。了解です。外れた人は罰ゲームが。えっ、おっとおっとおっと、出た出た出た。4択の中でぴったりじゃないとそれ以外罰ゲームなんですか。罰ゲームです。きちく結構厳しいですやばスタート。じゃあ A から試していきます。ニベアのクリームケアリップバーム、朝と夜の一塗りで潤い長続き。おお、なんかバニラとレモンの、あ、めっちゃいい匂いする。匂いがする。甘い、まあ、スイーツ。普通に塗ってるリップがめっちゃ手につくんですけど。いや、キモいとか言わないです。あの縦じわとかも全部なんか消えた感じがするから、すごいいい感じです。いい感じです。バセリンリップスパークリングピンク、かわいい。ちっちゃいから結構持ち歩き持ち歩きやすいね。もういピンク、ピンク、かわいい。全然ベタつきせえへん。ニベアは保湿メインみたいなとこあったけど、さっきよりもベタつかず塗りやすかった、うん、けどしっかりなんかこの保湿はしてくれてる感じはあるし、しかも見た目ピンクでめっちゃ可愛い。あとちょっとパッケージに高級感がある。わっ、はい、じゃあ次 C、はい、ALP リップバーム。さっきよりもちょっとちっちゃめですね。さっきでも俺ちょっと見ちゃってんけど、これな 17g あるんだよ。これ8しかない。半分以下やん。硬い。これ無臭じゃないですか。無臭、確かに塗ってる感じ全然仕上げんぐらいの続き、うん、D、はい、メンターム柔らかワセリンリップやって。へー、でもなんか形的にめっちゃ塗りやすそうで。お、違う、おジュルジュルジュルタイプ。どうぞ。 ありがとうございます。いいえ、なんでえ、やばい、いっちゃん柔らかいな。なんか一番薬っぽい匂いする。ああ、確かに来る。薬用感がすごい。薬用感が一番ありますねこれ。え、多分これが一番高い。ヒント出していいですか。あ、はい、お願いします。全然合ってないっす。はい、じゃあ今全部使ってみてフリップに書いていきたいと思います。え、もうかけたんすか。かけました。やっぱ美容についてはお任せあれ。やばいでしょお前。おい、ソワンワン、はいはいはい、うちの目です。それでは一斉にみんな回答を出していきましょう。いっせーので、じゃん。え、みんな違う。うわ、全員違う。なんで、一番安いかなっていう印象でしたね。はい、それでは結果発表していきたいと思います。キャッピー、はい、じゃあ下からみんな。じゃあ D ですもんね。うん、一番安かったのは、はい、 D の商品。イエーイ。次に安かったのは A です。お、来た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 。青決定。イエーイ。どっちか合ってるってことだ。どっちか合ってるよ。うわっ、私全然違う。じゃあもうここは一気に成果発表したいと思います。はい、お願いします。正解はイエーイ。イエーイ。あ、そうやん。やっぱね、あのね、美に忠実に生きてるから私は。かもしれない。やったー。まあ、あなたたちには罰ゲームを受けてもらいたいと思います。ここから高い順ですね。うん、うわ、まあ、こんだけあるけど使ってみてどれが一番良かった。いっせーので。おえ、なんでこれ。え、なんか化粧前とかにやるのにいいなって思って。あ、確かに形一つ違うしね。そうなんですよね、うん、うわ、これなんで選んだ。なんかこれが一番やってて一番効果あるんじゃねって思いました。あ、素直に。香りも良かったし、香りも良かったし見た目も可愛いんで、うん、これが欲しいなと思って。触れるね。ダメだ。ダメですか今の。アドバイザー。アドバイザーですね。私が優勝しましたので、はい、罰ゲーム受けてもらいます。こちらですね。
カウントしたらその合図で引き抜いてね。涙出てくる。頑張ってな。やだー。見てる見てる。3、2、1。痛い？ダメ、もういいよ、取って。痛くないもん。はい、じゃあソワさんはこれボイスチェンジャー、これを使ってオチを作ってください。うちのだけ雑すぎますなんかうちのだけ雑さない？なんでよ。いやいやいや、無理無理無理。やっぱリアクションよりもはるか上を超えないとあなたはまあね、そうよ。できるよ、できるよ。いきます。できれば横にいてほしくて、どこにもいてほしくなくて。今日見てくださってありがとうございました。バイバイ。帰っていいですか？